津の坂を一登り、江戸寛政年間に腰元盛りの名人と呼ばれましたのが浜野紀康、荏原郡大森の在。昔の大森と申しますと浅草海苔の産地でございました。だから名前を紀康と言ったわけじゃないんですが、大変な変わり者でございます。気が向かないと飲みを取らない。かけてある看板もものすごくて、値は極めて高く、仕事は遅く、注文中催促無用という札を出した。まあ名人だからできることでございましょう。この名人、大変な酒飲みでございます。入ってくる金は右から左、これ全てお酒に変わってしまうという。それがたたって早死にです。残されたのが一人息子の紀之。しかしならこの紀之、何を掘り上げたとしても実のことは思えないような敵、大変な下手でございます。しかしながら人には取り柄というものがあるもんで、人一倍の親孝行、麦孝や万能孝の効き目より親孝行は何につけても、和洋孝行というのは傍から見ていても美しいもので、錦に旗を添いたい。この紀之が見よう見まねでのみとつち、コツ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 とこしらえたものをいつも一部という金子で買い上げてくれるのが芝大門前若狭屋甚兵衛さん、ただ一人。おとっつぁん紀康さんの義理でしょうか、腰の重い紀之を抱いております。おい紀之さんか、よく来た、いいからいい、いいからこっちへな、いいからこっちへな。この若狭屋、何か面白くないことがあったんでしょう。土瓶の中に酒を入れ、ちびりちびりとやっていた。そんなところに紀之が行ったもんですから、おいマサ、紀之さんな、お茶と羊羹出しやな、紀之さんな、今日はどんなものを掘り上げてきますった。はい。本日は野放しの馬というのを掘り上げさせていただきました。野放しの馬、これは珍しいものを掘り上げてきて、ちいと貸してくれ。紀之さん、馬の足ってのは何本だか知ってんのか。はい、塩でございます。そうだ、この馬見ねえな、足が3本しかねえ。それもかっけえわ、たらったみてえにやたらと不定じゃないか。なあ紀之さん、何が何でもお父っつぁんの後を継いで彫刻師にならなきゃいけねえなんてことはこれっぽっちもねえんだ。戸板の上に菓子並べて二足三本の商いをしたって、その日はうまくやっていけるんだな。あ紀之さん、こんな商売やめちまいな。殿、そんなことおっしゃれば泣きてえよ、泣きてえよりに悔しいよ。だったらな、この若狭屋を見返すようなものを掘り上げに来てみろってんで、それができねえで泣いてる島があるんだったら大川には蓋はねえんだ。流れの急なところを見つけて飛び込んじめえな。お前さん一人死んだところでもってな、世の中の人は何とも思っちゃくれねえやな。早くそうしな。旦那、そんなことおっしゃる。また泣きやがった。なんで、だってそんなことをしたら残されたお母さんが心配で。人並みのこと言うんだね。おお、いいよいいよ、来いな、今のゴリラ、これできゃりゃしばらくの間お前さんのおっかさんやっていける。いざお前さんが死んだってことが分かったんだったら、この若い社長がな、お前のおっかさんの面倒は見させてもらう。心配することはねえ。へっ、下手な手で飲みが土持ってコツ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 親の箱を剥がしやがって。早くこれ持って、早くこれ持って、一枚無念にた腹にこたえた紀之が泣きの涙で戻ってまいりました我が家でございます。お母さん、ただいま帰りました。紀之かい、心配したよ。どうしたい。はい、これを。なんだよ、おわしじゃないか。こんなにたんと、どうしたんだい。はい、無人に当たりましたもので、友達を誘って伊勢参りに行こうと約束をしてまいりました。老少不定は世のならい、
その間このお足でおまかないをお願い申し上げます。それと何かありましたら何でも若さゆ旦那が面倒を見てくださるということなんで、おっかさん、それでは支度をして行ってまいります。のりゆき、お前お待ち。他人様は騙せるかもしれないけど、お前を産んだおっかさんを騙すことはできないよ。ほら、膝頭が涙で濡れてる。お前なんだろう、若狭屋さんにおことを頂戴して、それで狭い了見だったんじゃないのかい。おっかさんは怒りやしない。話してごらん。叱りやしないか。母を騙すこともできず、かくかくしかしかと一部始終を話します。そうかい。若狭屋の旦那もお目が高い。おとっちゃん以上の腕になるようにと、神仏にまで祈ってきた。いまだに不器用。お前が死ぬって決めたんだったら、このおっかさんも止めやしない。いっそのこと死んでおしまい。はい、旦那にそう言われ、おっかさんにそう言われ、死んでお詫びをいたします。のりゆき、お待ち。死ぬ前にね、このおっかさんの頼みを一つ聞いてもらえないか。観音様を一体放っておくれ。それをお前だと思って長席そばに置いて手を合わせるからね。はい、未熟なものしか出来上がらないと思いますが、精一杯掘り上げさせていただきます。のりゆき、死んだお父っつぁんがね、観音様を掘り上げるとき、こんなことを言ってたよ。ああ、こさいよう、こうこさいようと思っちゃいけない。じっと待っていれば、向こうの方から姿を現してくれる。俺はそれを掘り出すだけだって。のりゆき、このお父っつぁんの言葉の意味が分かるか。分かるような気がいたします。何を思ったの、のりゆき。表にパッ、着物を脱いや頭から浴びる崇拝の水、精進決裁身を清め、仕事場に入り一心不乱、未曽有の彫刻に取りかかる。よう日についてなのか、万来席として恋なく静まり返りました模様だが、昼間の疲れでうとりうとりとしそうになりますと耳元に聞こえてくるのが、南無完全無音菩薩、南無完全無音菩薩。どうかせがれの勇気、未曽有の彫刻を掘らしたまえ。母の念ずる子にハッと我に返ったのりゆき、また懸命に仕事に取りかかる。8日目の朝、朝日にかざして、はあ、我ながら良い出来であろうと、おっかさん、掘り上がりました。どうぞ、どうぞ手に取ってご覧になってくださいまし。ひげは生え、頬はこけ、髪は乱れて真っ青な顔。置いた手で取り上げた母親がじーっと見ておりましたが、やがて熱い涙をハラハラとこぼし始めた。のりゆき、ご苦労様でした。もう一つこのおっかさんの頼みを聞いてもらえないか。これを持ってね、若狭屋の旦那のところに行って、これを20両で売っておいて。いや、お前の気持ちはよくわかる。おっかさんの最後の頼みだから。あ、そうだ、行く前にこれを一杯の水を半分に分け合ってやってまいります。しばらいもんまい。のりゆきもこれに決めて、あの、ごめんください、ごめんください。の流行っております料理屋、よったりの坊さんがどかどかどかっと乗り込んできたというのがこの話の始まりで、おお、ここでござるな。いや、大層繁盛しておりますな。中に入ることにいたしましょう。さあ、我々はどこへ陣取りましょうか。うん、あの座敷
池の方まで伸びております。眺めもよろしいようでここにいたしましょう。いやー結構な眺めでございますな。お女中、お女中、お呼び様で、うん、我々のなこの店の評判を聞いてやってまいりました。いやー歩いてきたでな、喉が渇いとる。まずはご飯の前にお椀を頂戴したい。お女中待ちなさい。我々は荒野一山のものでござる。生臭いものはいけませんぞ。野菜のお椀ということで洗剤物のお椀をこしらえて持ってきていただきたい。かしこまりました。お待ちどうさまでございます。おお参りました参りました。いやー器も見事でございますな。それではいただくことにいたしましょう。どれどれ。ありません。
仕組まれたゆすりなんです。町中でこんなことをやるってえとすぐに町奉行同心おかっぴきが飛んでくる。ところが舞台は上野のお山、寺社奉行これ式のことでお出ましということもございません。店の者がガタ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 震えている。大勢入っておりますお客はもう知らんとしている。すると奥の方で一人静かに食事をとっておりました。これも老僧。ところがこの老僧は鶴のように痩せた老僧で、この老僧が主殿にお目にかかりたい。少々お待ちを。旦那大変です。今度はあの奥の坊さんが旦那にお会いしたいって。旦那は坊さんにモテるたちで。何を言ってんです。行かなきゃしょうがない。お呼び様で。おお、主殿、もそっとこちら、もそっとこちらへ。このうちは眺めもよし、不審もよし、器もよし、味もよし、すべて結構ずくめでござるがな、最前より何やらあの池の方でわい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 言っておりますよったりの僧侶、さぞお困りであろう。愚僧が間に入り話を丸く収めて死んぜたいが、愚僧のようなものが間に入ったではご当家お困りか。何をおっしゃいます。困っております。お衣の袖にすがります。お助けを。うん、人は助くる少女の役目。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏よ、どこいしょと立ち上がった。さあ見ている連中は大変な騒ぎで、おい、衛生結果始まるよ、始まるよ。坊主が余命揃ってるところにもう一枚坊主が乗っかるんだから、鼻蓋じゃねえんだよ、おい。何を、本当に喧嘩始まるか。始まる、間違いない。よし、分かった。お姉さん、すまないね。熱いやつを5、6本、それとね、卵焼きのおみやを3人前持ちない。おい、喧嘩始まるんだよ。勘定がめんどくせえ。何言ってんだよ、おい。喧嘩はあって始まってくれ。お姉ちゃん、お勘定って言ってくれんよ。今この騒ぎでございますんで結構でございますって言うに決まってんだからよ。おめえもなんか頼めないな。勘定取られねえんだからよ、頼めよ。いいよ、俺遠慮するなよ。いいよ、遠慮するなって遠慮してねえよ。俺わーって喧嘩になったらよ、板場飛び込んでマグロ担いで帰る。悪い野郎だね。バイ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 言っております。この少女がよったりの前にピタリと座った。最前より災難受けたまわった。いやー、このうちとて何かおいしいものを召し上がっていただきたいというその親切がかえってあだになり申した。いかがでござろう。ここは愚僧に免じ、この場を丸く収めてもらいたいが、いかがか。なんだ、そうは、我々はな、荒野一山のものでござる。幼少の握りより生臭いものを一切口にしたことがござりませんでな、ここは引っ込んでいただこう。いや、でもござろうがな、愚僧などは鯛の刺身これを食ろうても、これは豆腐じゃ、これは豆腐じゃ、これは豆腐じゃと思えば修行の妨げにはなり申さんと思うが、いかがであろうか。聞いたか、鯛の刺身を食ろうても豆腐と思え。我々はな、そのような生臭ではござりませんでな、荒野一山のものでござる。幼少の握るより生臭いものを一切口にしたことがございませんでな、今までの修行が根こそぎ無駄になり申したわ。おお、さようか。
伺おう。幼少の身入りより生臭いものを一切口にしたことのないおのおの方が、わんの汁を一つ聞いて口に入れただけで、よくかつうのだしと分かり申したな。ぎょそれはな、生臭いものを口にしたことがないから分かり申したわ。おお、さようか。では今一つ伺おう。貴僧たちはこの愚僧の面ってご存知かな。知っとるか。知らん。知っとるか。知らんぞ。知っとるか。ああ、知らんわ。皆存じませんわ。愚僧の面って知らずして、高野一山のものと名乗るルーか。この偽り者めが、なんと、そう、高野と申すところは公認七年空海上人様が開帰したのところにして、高野山金剛愚寺と名乗る貧厳緻密の道場なり、当時九尺九尺の寺々ありしが、その後半逆なったりといえども、いまだに多くの寺多くの坊残りありて、諸国の運水一旦高野で修行をなさんとする際、この神学院の印鑑なくして信用ができましょうか、またなりましょうか。おのおのな方は高野の名を語り、庶民を苦しめ歩く枚数でござろう。偽り坊主、偽坊主、生臭坊主。